ご覧いただきありがとうございます。チュンチュンです。去年の夏にお迎えして、その後開花したんですね。で、種を取ったんですけれども、芽吹きはしませんでした。まあ、巻き方が悪かったのかな。1年ぶりに植え替えてみたいと思います。で、去年はゴム手袋、園芸用の手袋をして、まあ刺されて悪戦苦闘してたんですけど、今年は素手で臨みました。トリコも取らないように根元だけを持って作業をしました。混み合った株元もペンチを使うことで力を入れて上手に下葉を外すことができました。小株を外すときは根元の白い部分をしっかり持ってぐるっとねじってもぎりました。手袋をしているとどうしても余計な場所を触れてしまうんですけど、素手の方がそういった繊細な手の動きができるなって思いました。大きな株2つをつなげたまま元の鉢に戻して、小株を3つそれぞれ独立させました。用土は今までと同じ622の小粒を使いました。オディキアの葉っぱってカールしているので鉢から浮き上がってしまうんですね。それをこうギュッと長いピンセットで押さえながら土を足していって浮き上がりを抑えました。ご覧いただきありがとうございました。